こんにちは、ナオインです。今回は自作のテールガードの作り方をご覧いただきますが、その前にこちらもご質問いただいてました件です。Amazon の格安サーフスケートブラケットがどんな感じなのかご質問いただいてました。こちらをねご覧いただこうと思います。こちらがねそのブラケット、ロールファン C7 ブリッジブラケットです。今はね安くなってね3000円くらいで買えちゃいます。こちらがデッキにくっつく面です。そしてこちら側にローンスケ用のトラックを取り付けます。でこのブラケットつけたままだとノーズ側が高くなってしまうので、テール側のトラックには高さ調整のためのライザーパッドを入れてます。こんな感じでねトラックが動きます。これ結構ね調子いいんですが、欠点があってバネをね止めるネジが緩みやすいんですよ。なんでも安いからいっか。実際に滑ってる時の映像です。こんな感じのね稼働してくれます。坂道も平地も楽しいです。コスパはねいいんじゃないでしょうかね。さてそれでは今回のメインのテールガードの自作方法です。まあねテールガードなくてもね別にいいんですけど、デッキに傷つけたくないなーなんて思って作ってみました。ここら辺につけようと思います。自作なので形はデッキに合わせて自由に作れますね。まずはざっくりと型紙を描きます。デッキに直接紙を当てて大体の大きさを描きます。ここはね、あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。で、この後きちんと定規を使って清書しました。で、ここ大事なんですが、左右対称に作るために半分に折って切り抜きます。そしてテールガードの材料はこれです。じゃん、プラスチックのまな板。スーパーの雑貨売り場に600円ぐらいで売ってました。これ使っていきます。この部分でいいかな。型紙を当てて刃を出してないカッターの先で跡をつけていきます。こんな感じでね、傷つけてったらいよいよ切り抜きます。じゃん、糸の子です。私ね、30年ぶりぐらいに糸の子に触りました。結構糸の子って疲れるんですよね。ひたすら切っていきます。で、だるかったですが、この時もっとね、丁寧に切ればよかったと後で後悔しました。見てこれ、ガッタガッタ。もうね、仕方がないので、後でカッターで整えていきます。ここまでできました。あとちょっと修正してね、あとはヤスリをかけていきます。この日はね30度を超える暑い日で、炎天下の中外でやる作業じゃなかったですね。辛かった。暑いしなかなか削れないし大変。ちょっと作業アナログすぎました。甘く見てましたね。
次はデッキに取り付ける用のネジ穴を開けます。太さはね、5ミリのドリルです。取り付けにはね、トラック用のビスを使う予定なんで、それに合わせて5ミリの穴を開けていきます。型紙をね、当てがってね、穴の印をつけていきます。まっすぐに穴を開けてきますよ。これは簡単ですね。そして次はこのザグリドリルでまな板の厚さの半分ぐらいの深さの穴を開けていきます。ザグリはね、浅いとねネジが飛び出てきますし、深いと強度が出ないので慎重に深さを調整しました。といっても目検討です。さあ、デッキに取り付けます。穴開ける位置にね、印をつけていきますよ。ここはきちんと定規で測ってまっすぐかどうか確認しながら進めましょう。穴位置決まったら印をつけます。ここちょっと緊張しますね。目印をつけたらデッキに対して垂直に穴を開けます。テールが反ってるのでね、それに合わせて角度を調整しましょう。今日一緊張する作業です。ここまで来たらね、もう後には引けませんね。トラックのビスで取り付けます。このね、ザグリ穴はね、スケボー用の T 型レンチで取り付けするためでした。さて、やっと完成です。なんやかやね、炎天下の中3時間ぐらいかかっちゃいました。でも見てください、パッと短くって分かんないでしょ。自分でもね、めっちゃ気に入ってます。見た目も黒でね、私のデッキに合ってます。いや、かわいい。アップで見るとこんなです。ギラギラしてますね。まあ、私もスケボーの練習しないで自作ばっかりしてますが、私の場合はね、こんな感じで自作することでよりスケボーが楽しくなってます。こんな楽しみ方もありでしょ。ありって言って。それではこのデッキを持ってクルージングに行ってきます。ナオインクでした。じゃあね。